スティーブン・フォスター、スティーブン・コリンズ・フォスター、スティーブン・コリンズ・フォスター、1826年7月4日から1864年1月13日は、ヘンリク・レイワークと並んで、19世紀半ばのアメリカ合衆国を代表する歌曲作曲家。20年間に約200曲を作曲し、その内訳は135曲のパーラーソングと28曲のミンストレルソングである。 多くは、メロディの親しみやすい黒人化、農園化、ラブソングや、教習家である。アメリカ音楽の父とも称される。ペンシルベニア州ピッツバーグの隣町ルイスビルで、アイルランド移民の祖,祖父の家計を引く、比較的裕福な家庭に10人兄弟の末っ子として、育つ。彼の生まれた家は、白壁の家、ホワイトカッテージと呼ばれていた。父のウィリアムは、 バイオリンを演奏するほどの音楽趣味を持ち、母のエリーザとムリンスンも史上豊かな教養に富む女であった。フォスター自身も幼児期より並ならぬ音楽的才能を見せ、7歳からは横笛を、9歳からはギターを独学で習得し、後にはクラリネットも収め、1841年15歳の時にはアジェンスアカデミー卒業式の際に自作のティオガ演舞曲を アテネアカデミーの協会で、フルートで奏した、この作品は、ピアノ独奏曲として現存する。作曲に興味を持ったホスターは、モーツァルト、ベートーベン、ウェイバーらの作品を寝る間も惜しみ研究していたという。このようにアカデミックな音楽教育はほとんど、受けなかったにも変わらず、二十歳になるまでにすでにいくつか、歌曲を出版していた。姉二人もピアノを、よく演奏したという。 最初の歌曲は1844年に出版された、窓を開け、恋人よ、オープンズイラチス、ラブで16歳の時の作品である。翌1845年には、弟と友人からなるセーブルハーモニスツ重賞団のために、ルヤナの美人、ネットおじさんなどを作曲する。1845年4月にピッツバーグは退化に、見舞われ、街の3分の1にもあたる。 約1000棟の建物を消失する。1846年に、オハイオ州シンシナティに転居し、兄の蒸気船海運会社、アーヴィン,ン・フォスター紹介、アーヴィンフォスターで簿記係を務める。当時のシンシナティは、ピッツバーグをしのぐ勢いの多文化社会であり、彼の働く会社の窓の外には、オハイオ側に蒸気船が、ひっきりなしに行き交い、 南部の黒人音楽や荷上げ作業人区の労働家にあふれていた。このシンシナティ在住中に当時独立戦争後の新大陸で流行した黒人霊化風である最初のヒット曲オースザンナを発表。これは1848年から1849年のカリフォルニアのゴールドラッシュの参加となった。当時白人が顔を黒く塗り大げさに歌うミンストレルショーや エチオピア風の喜劇役者の魅力に強く引き付けられていたが、その結果が1849年に出版された曲集、ホスターのミンストレルソング集、ホスター、S、イーテオピオンメロディーズに結実し、クリスティ・ミンストレルズによってヒットした、野菜、ネリー、ネリマス、A レディが収録されている。同年ホスターはペンシルベニアに戻ってコンサートを開き、 クリスティ・ミンストレルズと共演、最も有名な歌曲が書かれる時代の始まりとなった。1850年に、ピッツバーグの名医の長女であるゼーン・マクダウェルと結婚。翌年には、娘マリオンを設けるが、この後に、音楽的演塾を見せ、ケンタッキーの我が家、主人は冷たい土の中に、故郷の人々、スワニーガの傑作を次々に生む。1853年にホスターは、 ニューヨークに出て、ファースポンド社と契約を結び、自作、他社の歌曲などをアンサンブル用に編曲したソーシャルオーケストラ、ザソーシャルオーケストラを発表。翌1854年には、金髪のジェニーを発表。この年に、妻子もニューヨークに移り住む。が、翌年にはホスターは単身ピッツバーグに戻り、続いて、妻子も追うが、1855年の両親の死と、 翌1856年の兄、ダニングの死は、フォスター一家に打撃を与え、借金暮らしに陥る。1857年、ファースポンド社との先払い契約によって、過労死て金銭を得るが、困窮生活は続く。1860年に、ニューヨーク市に、再び転出し、オールドブラック城を発表。が、翌年には、全局の判件を売却。 出版社との契約も切れ、作曲しては売るものの夜には、金がなくなるというひどい困窮状況に陥り、やがて妻子も去っていく。次第に飲酒に溺れ、孤独に苛まれていく。1864年1月10日、マンハッタンのノースアメリカンホテルに滞在中であった、ホスターは粉々に割れた、洗面台のそばで頭部及び頸部から大量に、 出血した状態で倒れているところを作詞か用事、クーパーンによって発見され、ベレビュー病院に搬送されたものの13日に、発熱と出血多量で死亡した。数日前から発熱しており、意識朦朧の状態で、ベッドから起き出し、洗面所に入ったところで、平行感覚を失って転倒、その際に頭部を洗面台にぶつけて割ってしまい、その破片で、 軽動脈を切断されたことが致命傷になったものと推測されている。十七歳ボーツ。この時のフォスターの所持品はわずか三十八セントの小銭と親愛なる友達と優しき心よ。ディアーフレンズジェントルハーツと走り書きされた詩編、だけであった。フォスターの死を知らされた妻ジェニーは遺体と対面するやその場で泣き崩れたと伝えられている。百六十二年の作品。 夢見る人、夢地より、が発表されたのは、死後2ヶ月後のことである。泣きは、ペンシルベニア州ピッツバーグのアレゲーニー墓地に埋葬されている。ホスター歌曲の多くは、ミンストレル賞の伝統にのっとり、自流に乗ったが、アフロアメリカンの音楽を、単にカリカチアしてみせたというよりも、白人向けに書かれた、当時の楽曲には珍しく、黒人奴隷の苦しみに共感を示している。 白人作曲家として最初に結び合う黒人夫婦を描き出したのがフォスターである。これにより活動家フレデリック・ダグラスの賞賛を得ることとなる。フォスターの歌曲の多くが南部における日常を扱っているにもかかわらず、フォスター自身は1852年に新婚旅行でニューウーリンズを訪れたのを別とすれば、南部で直接的な経験をしていない。フォスターは プロの歌曲作家として生計を立てようとしており、実際にプロの作曲家とみなして良いのだが、当時は現代的な意味で作曲家という職業分野は確立されてはいなかった。その結果、音楽著作権や作曲家の印税に対する配給の乏しさのため、ホスターは自分の出版符がもたらした理順をほとんど受け取ることができなかった。複数の出版社がしばしば競合して、 フォスター作品の独自の番を出しながら、フォスターにはろくに報酬を与えなかったのである。例えば、オースザンナは、1848年から1851年の3年間で16、もの出版社が30種以上の楽譜を出版し、当時、最高販売部数が、せいぜい5000部という時代に10万部の大ヒットとなったにもかかわらず、フォスターの収入はわずか100ドルに過ぎなかったと言われる。 1862年初頭に、フォスターの活動は加工線をたどり始め、新作曲の質も落ち始めた。作詞家クーパーとのチームワークもうまくいかず、折からの南北戦争による戦時経済も災いした。フォスター自身は、クラシックの器楽曲をほとんど作曲していないが、後に、フォスターの歌曲は、ドボルザークによって編曲されたり、チャドウィックやアイブズ、 NHK 室内管弦楽団らの管弦楽曲に引用されるなど、クラシック音楽の作曲家にも影響を及ぼした。聖火、白壁の家は今でも解体されずに残っている。1966年11月2日に140として、スティーブン・フォスター・メモリアルデーが制定され、翌1967年1月13日より、毎年1月13日が、 記念日となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。